今日最高気温 38.5 度を観測した名古屋、連日厳しい暑さが続いていますが、現在7時半ごろ手元の温度計では30度を切っています。涼しい中でアシカがみんな大きな声で鳴いたり岩場で遊んだりしています。今月10日から始まる東山動植物園のナイトズー&ガーデン、昼間は暑すぎて上がってこない岩場で楽しそうに遊ぶアシカに、ザブーンと水浴びをするインドサイ。毎年夏休みに開催される人気のイベント、去年は7日間で13万5千人以上が訪れました。昼間とは違う動物たちの姿に出会えるのが人気の理由。ライトアップもされていてロマンチックな雰囲気を演出しています。あ、おなじみのアミメキリンです。長い足で軽快に走り出しました。実は足がとても速くて時速50キロぐらいで走れるんですよ。そして昼間は夏バテしたお父さんのようにぐったりした赤カンガルーも、今カンガルーがぴょんぴょんと跳ね回っていく姿が見えました。涼しくなった夕方から活発に動き始めるカンガルー、中には元気すぎてちょっとしたバトルも。仲良くしなさい。さらに人気者のコアラ、普段は木の枝に捕まってほとんど動きませんが、今コアラがのしのし動いている姿が見られます。夜になると一変、枝の上をぴょこぴょこ歩いています。基本的には夕方から明け方にかけての方がよく動く動物ではあるので、まあ、普段日中寝ていることが多いですけれども、多少動きが見られると思います。1日20時間ほど眠っているというコアラ、でも夜や餌やりの時には走ったり木から木へ飛び移ったりすることもあるんです。基本的には暑い時間帯は涼しい室内と行き来自由にしていることが多いので、そもそも屋外で見られない動物がたくさんいるので、そういった動物が、ナイトズーでは、多少活発に動く姿が見られるのではないかと思います。